私東洋医学のあのカッサとかカッピングとかあの酵素浴とかそういうことは普段まめにやってるんですけど、その施術してくださる方があのすっぴんになって施術してもらうときにもう間近で見て、本当に毛穴ないねって、本当に間近で見ても毛穴ないけど何かされてるんですかって言われて、もうそのプロの方に逆にあのこういう再生医療やってますみたいなことをあの教えて差し上げたっていう。もともとはそんな毛穴がめちゃくちゃ小さいとかいう意識はなかったんですけど、ここ本当数ヶ月で何人の方にも言われましたね。加工なしの写真を撮った時ですね、今回もこうやって撮っていただいてるんですけれども、加工なしの自分の姿を見ると、あ、やっぱり老化には勝てないって思うこと、おでこにのアプローチはもう 3,4 年前に PRP をしたことがあったんですけれども、あんまりわからなかったです。この目尻のボトックスもやっぱり半年くらいで切れるプラス、やった直後の顔がちょっと怖いっていうので、ずっと続けるのはもう嫌だなって思ってたところです。これはもう過去1回だけ、半年くらい前にヒアルロン酸を入れました。あ、もう一言で言うと本当やってよかった。もう自然に引き上がって張りが出て毛穴がキュッとなって、全体的になぜかリフトアップしてる気がしてるので、こんなに効果があるんだと思って、もう本当にやってよかったです。まあ、全体的に見るとなんとなくツンとしたような感じですけど、目の下が結構すっきりしてます。はい、それからフェイスライン、口の周り、この辺のもたつき感が変わってるかなと思いますね。確かに、はい、自分の細胞の力で綺麗になる肌の再生医療専門 RD クリニック。名古屋から地元にまた千葉に戻ってきた時に、そうなんですか、はなんかと変わらないねって言われますね。若返った距離感はなんかあの変わらないね。そうですね、はい、まあ、変わらないことが一番いいことです。自然、はい、そうですね、一番いいかなと思いますね。